ニュースペース。今ですか？そう。キッチンとかテレビとか備え付けてあるし、団らんの場になればいいかなーって感じで。大阪の本物の町屋を舞台に繰り広げられるちょっと変わった住民たちの奇妙な騒動。一人っ子演劇人四方佳奈が高校3年生の夏初めて書いた処女作のリメイク作品、四方佳奈プロデュースが送る美しく切ない感動作 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。